夢の舞台、そうですね、あなたの住んでる国でできたらいいんじゃないかなって思います。最高。君と皆さんこんにちは、ガルニデリアで です。ボーカルのメイリアです。コンポーザーのお得です。はい、まあ、少しでもみんなの力だったりとか勇気になれるような曲を歌っていきたいと思って音楽を始めているので、みんなの背中を少しでも押していけるような曲をこれからも書いていきたいと思います。ね、いろんなジャンルがあるでもそうです ね、なんかガルニデリアといえば、うん、どんな曲みたいなそのジャンルが定まってないのがうちらの良さでもあるのかなと、うん、なんかそのジャンルの幅広さ、曲のジャンルの幅広さっていうのも、まあ、私たちのいいところだと思います一番っていうのが難しいね、難しくて、うん、もうみんなどこの国に行っても、まあ、いろんな印象を受けますね、うん、まあ、そのいろんな国々によってファンの人の乗り方だったりとか応援の仕方みたいなのも全然違うので、うん、まあ、それぞれいろんな国の楽しみ方が、ね、あるなと思ってます。だからセットリストとかね毎回変えますし、そうですね、国によっても国によってセットリスト変えたり、はい、いろんな曲歌う曲も変えたりしてます、うん、はい、行ったことないところにはちょっと行ってみたいですけど ね、うん、あのフランスとか行ったことなくて実はヨーロッパはね、ドイツは行ったことあるんですけど、ね、あのフランスは日本のカルチャーもすごい盛んだって聞いてるので、うん、あの一回行ってみたいなと、はいはい、思います。今後はそうですね、まあ、あのまあ、これからアジアツアーも決まっているので、はい、まあ、どんどんこのアジアのみんなにも会いに来れるように頑張っていきたいなと思いますし、まあ、あのきっと世界の皆さんは私たちを動画だったりとかネットでね知ってる方も多いと思いますので、うん、これからもそう踊っちゃってみたの動画だったりの制作も頑張っていきたいなと、はい、はい、思います。はい、いつも応援してくれている皆さん本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。来年はですねアジアツアーも決定したということで、皆さんにたくさん会いに行ける機会をができました。直接ねあのなかなかライブを見れない皆さんにもあの会いに行けるということで、初めて私たちのライブを見られるという方もたくさんいらっしゃると思います。みんなで一緒に楽しい時間が過ごせたらいいなと思ってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。